主天童子になりますね。主天童子、これも来光さんのお話の武勇伝の中の一つのお話なんですけど、まあ、簡単に言うと京都の大江山っていう山があったんですよ。でそこには昔から鬼がおるっていうふうに言われてたんですけども、そこの鬼のビッグボスみたいなやつが主天童子やったんですよ。めっちゃ鬼の親玉みたいなのがおったと。で悪さようしとったんですよ。京都の都に出てね、ようなんかもう物を盗んだりとか暴れ回ったり女の人を連れてったりとか言って何かしらとにかく悪いことばっかりしとったというのが、主天童子と。もう都の人も困っとったからさすがにちょっと討伐隊を作らなあかんなということで、討伐隊として組織されたのが来光さんと、来光の四天王となぜか部下扱いの、藤原の康政、もともとはライバルなんですけども物語ではなぜか部下扱いの、康政、この6人で、その大江山に行きましたよレッツゴーということで鬼退治の話ですね。簡単に言うと鬼退治めっちゃ悪い、めっちゃすっきりまとまったけど鬼退治の話。